マリー・トラバースとして知られるマリー・アリントラバースは、米国のシンガーソングライターで、ピーター・ヤロートのエル・ポール・ストゥーキーと共に、1960年代を代表するフォーク、ポップ音楽のトリオ、ピーター・ポールマリーのメンバーであった。1960年代初めのニューヨーク市、クリニッチ・ビレッジの音楽シーンにいたフォーク音楽家の大多数とは異なり、トラバースは、 実際にグリニッチビレッジを地元として育った人物であった。マリー・トラバースはケンタッキー州ルイビルに父ロバート・トラバースと母バージニア・コグニーの間に生まれた。両親はいずれもジャーナリストで全米新聞労働組合の活動家であった。1938年、一家はニューヨーク市のグリニッチビレッジに転居する。マリー・トラバースは リトルレッドスクールハウスに学んだが、第11学年で退学し、歌手の道に入った。1955年に、ピート・シーガーが、フォークウェイズ・レコードから、労働運動の歌を集めた、タンル・キング・ユニオンの再発版を出した際、まだ高校生だったトラバースは、シーガーのバックコーラスを務めた、ザ・ソング・スワッパーズに参加していた。この年、ザ・ソング・スワッパーズは、 シーガーと4枚のアルバムを制作した。当時、トラバースは歌を趣味と考えていたし、必ずしも積極的ではなかったが、音楽仲間からは大いに激励されて歌っていた。トラバースは、ブロードウェイのザ・ネクスト・プレジデントというショーのキャストも務めた。1961年、ピーター・ポールマリーがグループとして結成され、すぐさま成功を収める。グループのマネージャーは、 ボブ・ディランと同じアルバート・グロスマンであった。PP&M がディランの作品、くよくよするなよを取り上げたことは、ディランのアルバム、フリーホイーリン・ボブ・ディランが4ヶ月にわたって、アルバムトップ30に止まる契機となった。AP 通信によるトラバースの不法によれば、グループの最初のアルバム、ピーター、ポールメアリーは1962年に発売され、すぐに、そこから、 天使のハンマーとレモントリーがヒットした。天使のハンマーはベストフォークレコーディングとボーカルグループのベストパフォーマンスの部門でグラミー賞を受賞した。続いて出されたムービングからは純真さの喪失を歌ったパフがヒットしてチャートの2位まで上昇したが他方では大麻を称賛する曲であるという当時としては否定的な風評が生まれたりもした。3枚目の インザウィンドは当時22歳だったディランの歌を3曲も取り上げていた。そのうち、くよくよするなよと、風に吹かれてはトップ10入りしてディランの歌を大いに世間に広めた。風に吹かれてはある2週間のうちに30万枚を売り上げたほどであった。百六十三年のある時点ではビルボード誌の LP チャートの上位六位までに p p m のアルバム三枚が ランクインし、彼らは、フォーク復興運動における最大のスターとなった。p p m の、天使のハンマーは、人種の平等を求める象徴的な歌となり、ディランの作品、風に吹かれても同様であった。これらの曲は、1963年8月の、ワシントン大行進の際にも演奏された。p P. m は1970年に解散し、トラバースは、 ソロ活動に入った。メアリー、モーニンググローリー、オールマイチョイシーズ、サークルズ、イッツイミエブリワンオブアス。その後、PP&M は1978年に再結成して各地をツアーし、新しいアルバムを発表した。1999年にはボーカルグループの殿堂入りを果たした。トラバースの最初の3回の結婚はいずれも離婚に終わった。 4人目の夫として1991年に結婚したレストラン経営者イーサン・ロビンスはトラバースに先立たれることになった。トラバースには娘が2人いる。晩年はコネチカット州の小さな町レディングに住んでいた。2006年2005年トラバースは白血病と診断された。骨髄移植によって 病状の進行を遅らせることはできたが、2009年9月16日に、トラバー,アースはコネチカット州ダンベリーのダンベリー病院で化学療法が引き起こした合併症によって死去した。72歳であった。ありがとうございます。